しょ、来たものに対して孝太郎がここで1対1かけたでしょ、1対1かけたこの瞬間に、この瞬間に俊介と孝太郎の中ではここスクリーン入ってるから、ここ聞こえてったよ、ね、そしたらお前どこにいたらいい、ここだよな、だけどそれを見てないからお前ここに回ってきたよ、で結局人が多いところに集まってるの、それをチェックしないといけないって話。だからここでこの人がボールを持ってた時に考えなきゃいけないのは、この人が1対1を抜いてくる、もしくはここ割ってくる、そしてクロスしてくるって話になってくるんだけど、ここに行った時のこの位置取りをもっと考えておかないか、もしくは自分がもらっていい2対2をするかっていう、そのイメージの共有をしとかないか、だからボールを持ってない時に前を見ましょうね、チェックしましょうねって話です。 OK、 分かった、はい、継続、はい。